I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. アンさんですか。みっともない姿見られてしまいましたな。リュウジの妹はどないした。タイガー・ベスパモンの力を借りて店の倒壊からはなんとか守ったんですが、その後のことは特別治療室で治療を。怪我はしとらんと思うだが。確か妙な病気をかかった。フーディへの倒壊な。あれはリュウジの仕業や。あいつの狙いはわっちがあかんかった。夕ご飯の名前を出されて頭の血が昇ってしまって、あの男のデジモンが急激に止めるどころか、とんでもないことになってしまった。恥ずかしい。ユーゴハの顔。それは間の悪い時にあるな。ユー。大丈夫ですよね、はい。もうそんなこと言うて、ほんとに傷やわ。お久しぶりです。彼女はあまり責めないであげてください。大島隆二の暴走はアンダーゼロで、岸辺リーンの企みは阻止できなかった。そうも代表して謝罪します。ああ、ごめんなさい。実はザクソンのユーゴは神城を内外から守るために関係者としての顔と一人のハッカーとしての顔を使い分けていたんです。アバロンサーバの件ではお世話になりました。あまり深く考えないでください。今の私はオムライスをご一緒した上白優子でお詫びと言っても何です。三島エリカさんの件に関しては心配しないでください。私の方で今私は上城の社長代行のような立場にあって、ある
宣言の行使が許されているんです。聞きました。彼女の特殊な病気のこと。そのために岸辺理恵と三島隆二との間に密約があったことも。人の命を計りにかけて汚れ仕事をさせるなんて絶対に許されることじゃありません。上城にいながらあの人の悪行に気づくことができず本当にすみませんでした。これはそのわずかながらの優子は悪うない。岸部は優子のアバターを使って優子の行動すら自分に都合がいいように操っていった。ああ、思い出しただけでも腹が立つ。罪があったな。必ずわっちの手でズタボロにしたるわ。ありがとう、でも今は怪我の治療に専念してください。あなたが後ろにいてくれないと。優子は、え、二人はどういう関係？何妙なことを聞いてはるんや。わっちの優子はんは、ただの、ただ、そうですね。改めて聞かれると、私も適切な言葉が見つかりません。あなたはどう思い？ほっ。ややわー。この木造は何言ってはりますよ。バチカリオコハンが。そんな関係なわけないやないですか。確かに響きとしては悪くないけど、そんなこと言うて年上をからかうなんてありまへんで。対流して覚えておきなはれ。美味しい郷土料理たっぷり食わせたるの。とにかくそんな言われたら言うてもに困るやないか。あ、ごめんなさい。自分でも、ヘイと私は、どういう関係なのか、なんて言ったんですか？自分でも、よく考えてみましたが、私たちの関係を、既存の言葉で言い表すのはうまく言えませんが、ヘイは私にとって、大切な人。これで、答えになりました。上城はエデンは私の父が作り、私にとってエデンは今は亡き父と不治の病から目を覚まさない兄との思い出の場所です。場所を守るのが私の使命。それに理恵さんの手のひらの上で踊らされていたとはいえ、言う岸辺理恵のことは、あとは私にも。彼女は私の大切な場所や人をたくさん傷つけました。だから私が自分。彼女の野望はまだ続いています。東京を襲う怪現象は、すべて彼女が仕組んだもの。このままでは、きっと、とんでもないことになる。でも、そんなこと、絶対にさせません。彼女の、私が、ありがとうございます。すべて解決したら、またオムライス。
覚まさないの。ずっと治療を受けてなかったのもあるだろうけど、やっぱりリュウジのことがショックだったんだろうね。ねえ、私たち、うん、そう、エリカだって目を覚ましていたらきっとそうするよね。よーし、そうと決まればくよくよしていられないね。まずは新しい拠点をこの病室、ネット環境は揃ってるし、 PC があれば仮の拠点にはなるんじゃないかな。どこかで買ってくれば、エリカは私が見ているから。の？え？エリカ？おかえり。エリカが目をさ、ここどこ？フェイが私を助けてた。見知らない偉い人がエリカの治療も工面してくれるって。よかったね、エリカ。でも、おとなしく治療なんて受けていられない。お兄ちゃんには、店で会った時、お兄ちゃんは、あのデジモンに影響を受けてるように見えた。うん。お兄ちゃんが、あのデジモンに影響を与えているのかも。あのデジモンが突然進化したのも、多分そのせい。これ以上長引けば、きっと、お兄ちゃんは帰ってこれなくなる。そんな気がするの。でも、だからって、どうすればいいの？リュウジには、私たちの呼びかけは全然届かなかった。エリカだって無理だったのに、これ以上。やっぱり、最初の計画を進めるしかない。お兄ちゃんを正気に戻せるのは、千歳しかいないんだよ。私たちにできるのは、何とかして、千歳の声なら、きっとお兄ちゃんに届く。
そうだね。今はそれしかできることないもんね。私もお手伝い、スエドーからもらった論文解析するんでしょ。うん、あの人は手がかりはあの中にあるって言ってた。それならすぐ始めなくっちゃ。ねえ、PC 買ってきたんでしょ。何か変わったことはなかったって。そういえば妙にリアルな夢は見たかな。君と一緒にいて。それが何？
さあ、行こう。ダメだ、一旦行こう。さあ、行こう。行け。なんとかなったね。さあ、行こう。叶わない。人の子か。何用だ、早々に立ち去れ。邪魔をするなら命の保証はしない。ほら、怖いけど言わなきゃ。頑張って。たわけが。何？ここ我が輩は使命を持ってここにいるのだ。その子、これ以上貴様にかけていられる時間はない。もう一度言う。され。言っても聞かぬという顔をしているが、それな。そのくらいにしたまえ。ん？何？名乗る者も長そうだ。今は探偵だ。探偵だ。クレニアの目標を見ます。どうか、ここは武器を収めてくれ。どうしよう。怖そうなデジモンが多い。人間どもの真似事とは、物好きなデジモンがいたものだ。
だがこの旅、貴様、貴様が何者であれ、我が輩の邪魔をするのなら排除するのみ。誤解しないで、邪魔をする気は毛頭ない。私は君と次元の狭間に消えた。貴様も。ああ、こちらも少しは。この情報量から見たのは私だ。彼のいる大まくどうだい、少しは役に立てると思う。ここは私と手を、私の正体を疑問に思うのはもっとも。今は同胞を助けるために力を尽くせ。いいだろう。そこの君、君はプレニアム号に早く立ち去ってほしい。さては、ここの職員に頼まれて彼を立ち退かせにやってきたのだ。初歩的な私と彼はアルフォース・ニグラムと呼ばれるデジモンさ。彼はつい最近の大規模な。何、細かいところは聞き流してくれ。だが私たちを手伝い、彼を連れ戻すことが可能。無用な争いを避けてプレニアムをここから立ち去らせることが。どうだろう、お互いの利益のためだ。君も、私、少なくとも私は危機に瀕している同胞を助けたら、ただそれ決して人に危害を加えたりはしない。信じてはくれないだろうか。どうする。それでは決まった。人間の手を借りるだと。さ、今はそのようなことを言っている場合ではない。アルフォース V ドラゴンの救出にはもはや一刻の猶予はない。手が多いほどアルフォース V ドラゴンを救出できる可能性も高くなる。人の子よ、勘違いするな。我が輩は決して貴様ら人間を許したわけではないぞ。これで臨時の救出部隊は整ったわけだ。この先からアルフォース・ブイドラムの気配を。私が座標を固定しよう。プレニアムの入り口を開く。承知。今だ。さすがはクラウスロス、敵に回らずに済む。この程度、慈悲にも等しい。さて、臨時の助手、今この状態なら人間でも問題なく歪みに踏み込めるはずだ。さあ、友の救出を始めようじゃないか。なんだかこの中本当に入ってる。怖いけど依頼のためだもんね。無事に入ってくることができたようだな。すまない、前言を撤回しよう。どうやらたとえ大規模な迷いが現象が起きた後で、生身のまま次元に干渉することはできない。かいつまんで言うと、今の君は電脳体としてネットワーク上に浮いた。つまり体と精神が分離してしまう。君の肉体は意識のないまま六本木の屋上に倒れているという。それって大丈夫なの？早くに。何？問題ない。こんなことはそう簡単には起きない。だが、前例がないわけよ。私の身近に、もっと不可思議な状態になった人物がいてね。それに比べれば、どうということもありまい。このネットワークから出ていけば、おのずと肉体に戻れるはず。だが、長い気持ちだな。問題ないと言ったの。厳密に言うならば、しばらくは問題ないのだし、このまま体と精神が離れた状態を長く続けると、この空間で君自身がダメージを受けてもしかり。つまり、ここに長くいると、
元の体に戻れなくなる。大変だ。私たち、とにかくアルフォース V ドラゴンを探せばいいんだよね。さあ、行こう。僕たち、かなわない。待て、それ以上進まない方がいい。君たちには見えないかもしれないが、この先に歪みがある。そしてアルフォース V ドラモンの宝石が、つまり奴は次元の狭間に落ちた後、出口を求めている。待つんだクレニアムモン。これ以上進むの。この歪みは私ですら干渉することができない。いくら君でも帰る。では、貴様は奴のことを。私たちにできることは、ここまで。何を弱気なことを。危険など、最初から承知している。アルフォース V ドラモンを救うことこそ、ここまで協力してくれたこと、礼を言おう。あとは、我が輩一人で。何のつもりだ、人の声を。そこを毒がいい。人間不正に我が輩を止めることはできる。先ほども申したはずだ。邪魔する者には容赦はしないと。臨時の助手君もなかなかに有能なようだ。この俺、貴様。彼がなぜ君を止めようとしているか本当にわからない。それならば私が彼に力を貸す理由としては十分だ。私とこれ以上仲間を無用に失う。何を分からぬことを。あくまでも我が輩の前に立つというのであらば、我がクラウソラスの真の力見せてくれる。いざ参る。一切
よくやったと、サンジの言葉を尽くしたいが、どうやら予想より早く時間が来てしまう。もともと微弱なデジタルウェーブが消える前に急ごしらえで道を作ったのだ。そう長く持つものではない。彼は私が連れて行こう。早く入り口だ。どうやら全員無事のようだ。なぜ邪魔をした？手がかりはすぐそこにあった。捨て身でもあの中に飛び込めば奴の行方をつかめたかもしれないというのに。アルフォース V ドラゴンの運命はすでに私たちの手を離れ、あの子は彼自身に任せるしかクレニアムも、それが分かっている。分かっている、分かっているのだ。我が輩たちがあの先に向かったところで無事に奴を見つけられることなどできぬということも。ヒデネラに止められなければ戻っては来られなかったということも。だが頭では分かっているつもりだ。だが早くここから去らねば。せがく人の声を。願わくば行ってしまったな。君には私から礼を寄せてもらおう。共に私の友を救ってくれたこと、彼のことはどうか悪く思わない。彼らロイヤルナイツマザーコンピューターであるリグドラシーの声を聞き行動している。しかしある時からその声にノイズが混じる。そのノイズが彼らを本来らしからぬ行動へと走らせ、私たちが正しい判断をすることができる時代。たすまない、一人も怖すぎる。さてアルフォース V ドラゴンは現状救出不可能ということに、ここに長いは無用だ。私も去るとしよう。もしまた君に会うと、さ、君たちにこれからはうまく祈っていく。なんだか不思議。許したいが許せない。なぜだ。人間に向かうこの感情は一体なぜ。人間の破滅こそイグドラシルの意志。滅びるべくは人間、そしてこの世界。迷う必要などないのだ。我が輩はイグドラシルに忠実であるべき存在。それを疑う感情。
Thank you.
開始だ。これを使おう。
Yeah.